どうもこんにちは。今回はですね、検証とかではなくてですね、まあとあるですねお店に来ております。でそれがですねこれです、 EV カーズさん、電気自動車 EV 専門店と。まあこのね会社はちょっとね、僕も以前ね多分ライブ配信とかでちょろっとね説明したこともあるんですけども、実はね電気自動車専門に中古車を買い取ってくれるっていうところなんですよ。で僕いつも言ってますよね、電気自動車って今までのガソリン車と見るところが全然違うので、そういう専門店とかに頼んだ方が、まあ、高く査定してくれますよとか、そういうのいろいろとあると思うんですよ。まあ、なのでちょっとね今日はその EV の中古車の販売買い取りに関する実態っていうのをちょっとインタビューしていきたいと思います。はい、それではですね今回ね、インタビューをしていく、はい、皆さんですけども、はい、まずですね、一番、左側ですね、社長さんですね。はい、じゃあちょっとお願いします。皆さんこんにちは。EV カーズの代表を務めております佐久間と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあお願いします。皆さんこんにちは。EV カーズのマーケティング部門と法人事業部の村部と申します。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。EV カーズで、買取、車の買取をさせていただいております山本と申します。お願いします。お願いします。はい、じゃあ今回はですね、じゃあこのお三方と一緒に今ですねちょっとこれ並んでる車がね、はい、4種類あるんですよ。これはですね実は電気自動車じゃないんですよね、ガソリン車だから。まず最初にガソリン車ではまずどういうことを見てんのかというところをちょっとまずね前提知識として見てもらって、でその次は今度はこいつですね。こいつがリーフ、ごめんなさい、ENV200 っていう電気自動車ですね。もう今販売してませんけども、まあこいつ結構中古で古いです。じゃあこの車は一体何を見るのか、でさらに、まあ、リーフだったりとかですねテスラと、こっちでは何を見るのかというところをちょっとね順番に見ていきたいと思います。はい、じゃあそれでは1台目なんですけど、このね、はい、プリウスガソリン車ですけど、はい、実際にねちょっとこの査定の様子っていうのをちょっと一緒にね、はい、見ていきたいと思います。まあハイブリッド車ってことになりますけども、はい、ハイブリッド車もちろんバッテリー搭載してると思うんですけど、はい、じゃあそこら辺は、はい、じゃあハイブリッド車の査定の時は、はい、特には気にすることはないとはないです。じゃあそれまあ年式だとか、うん、はい、まあ距離数に応じて、はい、まあこんぐらいバッテリーは劣化してるもんだよねっていうふうには見込むっていう感じですか、ね。はい、そうですね、買う側もそんな気にして買ってないっていうのが現状なんですね。はい、それではね、まあ、2車種目の車両になりますが、はい、こいつですね、 ENV の200というところで、まあね、さっきも説明した通りちょっとねこう古い車両になってます。じゃあねこのちょっと古めの電気自動車一体どういうね査定をしていくのかというところを見ていきたいと思います。まあ、特にですねこちらのモデルってエンジン車のラインナップもあるものですから、うん、この辺の作りがですねやはりエンジンが乗せられるような作りになってますので、基本的には修復歴等ですね、非常にこう、うん、分かりやすく判定しやすくなっています。じゃあ特に、はい、じゃあ ENV200 のじゃあちょっと古めって、まあ、はい、古いですけど全部、はい、じゃあそれをじゃあ特に一番見るのっていうのは、まあ、先ほどと違う部分っていうのはやはり電気自動車 EV になりますので、まあただバッテリーっていうのが重要になってきます、はい。基本的にまあオドメーターって言って、まあ走行距離っていうのは出てるんですけれども、ここだけを見るわけではなくてですね、こういったところですね、インフォメーションが出てくるんですけれども、この中のバッテリー容量っていうのがございます。はい、すいません。はい、でここのですねメモリっていうのを数えてもらいますので、で日産の場合ですね、満タン状態が12セグ、12個ですね、コマがあるような形になっております。で、劣化していくとですね、ここのコマ数が減った表示になってますので、ここのコマを数えていくと、まあ、何セグ残ってるっていう判断ができますので、まずはここを数えます。まあ、リーフと一緒っちゃリーフと一緒、ね、そうですね。初期型のリーフなんかも全く同じですね。脇にこうメモリーが振ってあってですね、そこを数えていくと、セグの数がわかるという仕組みなので。なので、いくら走行距離が少なくても、バッテリー劣化が高い場合は安くなってしまいます。っていうデメリットがですね、やっぱり出てしまうので、走行距離だけじゃなくて、
まあ、充電の仕方とかですね、まあ、ちょっと急速ばっかりあって減りが早くなっちゃいましたとか、そういうちょっと乗り方されると、損してしまう可能性はございます。ちなみにこの車のバッテリー容量はどのぐらいなんですか、はい、今は。で今ですね、まあコマ数だけでいくと10セグ、はい、10セグなんですね、はい、残っております。で10セグでしたら販売向きの、セグの数にはなっているので、はい、一応当社では、はい、まあ、良好な状態、良好な状態に該当すると。はい、2セグかけてもだと、へー、そうですね、そんぐらいのイメージなんですね。3セグかけぐらいまではまあ一応良好っていう感じは取ってますけど、やっぱり8セグから下になってくるとだんだんちょっと厳しいかなっていう判断をしておりますね。まあ、だから要するに普通の車、はい、その中古車買い取りだと、はい、まあ要するにその車をまあ次売れるかどうか、その車として売れるかどうかっていうところがまあ重要になってくるけれども、はい、まあ、こういう EV カーズさんの場合だと、はい、まあ、その他の、はい、だから今言った蓄電池っていうのを一つ取っても、まあ、他にもいろんなこう、まあ、方面があるので、まあセグが欠けていてもまだ可能性はあるよと、はい、買い取ってもらう可能性も十分あるよっていうところが、はい、結構面白いポイントかなと思います。はい、で今の話、はい、今ちょうどそのバッテリーがね劣化していても、まあ、まだねチャンスあるよって話がちょっと追加で、お話があるそうなんですが、はい、はい、ありがとうございます。今のですね、目視で12セグが10セグということなんですけども、ENV200 ですと24キロのバッテリー積んでますから、そのうちのそうしますと 8割方はまだ残っているということですので、そうしますと20キロの電池がここにあるということになりますので、一般の家庭用の蓄電池を20キロ買うとですね、約300万から400万します。そうですよね、高いですよね、はい、ですからこの、まあ、こういった電気自動車を蓄電池として求めている方もいらっしゃいますので、まあ、例えばもう6割ぐらいしかバッテリーがないということでもですね、安価でバッテリーを買いたいという方もいらっしゃいますので、そういったニーズもございます、はい、まあ、なのでだから要するに電気自動車っていうその車っていう見方だけじゃなくて、はい、まあ、蓄電池、電池として購入したいっていう人も、はい、まあ、結構いるってことですね。そうです、あ、はい、まあ、これがV2H という機械なんですが、はい、でこれがまあ、テスラのパワーウォールというものですね、うん、でこれテスラのパワーウォールですと 13.5 キロの蓄電池容量です、うん、でV2H に例えば先ほどのですね、まあ、6割ぐらいしかない、EV を搭載しました、はい、しましても16キロ近くありますから、じゃあどっちがですねバッテリーのコストが安いのかっていう話ですね。そうしますとやはり EV をバッテリーにした方が安いというような形になりますので、まあ敷地が広いお客様とかは V2H をつけられる方が多いです。うん、そういったEV の利用方法というのもございます、はい、ああ面白いですね。はい、それではね、3車種目に移っていきたいと思いますが、はい、こいつはですね、日産リーフの40キロワットアワーのモデルですが、まあ、ニスモというところで、まあ、ちょっとね、まあ、希少性が高いのかっていうところも後でちょっと教えてもらうとは思うんですけども、はい、走行距離がね、1万5000キロと、結構多分ね、いいと思うんですよ。素人感覚からすると。じゃあこのね、で実際に多分今これ見ていらっしゃる方も、まあリーフ持ってるよと。で次ね、電気自動車、なんかアリアとか、まあテスラとか、わかんないですけど、なんかね、他の電気自動車も購入検討してるって方、結構多分いらっしゃると思うので、じゃあこのね、リーフ、特に現行型のリーフっていうのは、特にね、どういうところを、まあ、注目してこう査定見てるのかってところをね、ちょっと教えてもらおうと思います。セグですね、まあ、俗にセグ確認っていうのをしたと思うんですけれども、でこの方のリーフってもうセグが表示されなくなっております。まあ、ここでですね、使うのが OBD2 っていう、はい、ものを使います。はい、あれですかね、もうイグネティブさんの方でも、はい、もうそういったの取り扱いしてるかと思います。そうですね、紹介はしてますけど、はい、なので使うんですね、やっぱり。そうですね、で、コネクターを差し込む口ですね、はい、この下にちょっと隠れてる足元にね、はい、そうですね、あるので、まあ、そこに、OBD2 を差していただいて、使うソフトはまあいろいろあるんですけれども、はい、まあ、リーフスパイプロとか、ね、はい、使っていただいて、でそこでですね、まあ、表示される SOC とか SOH とかの欄を見て、
劣化率を見る。先ほどのですね、あのバッテリーのお話の部分なんですけれども、先ほどちょっとあのお話お伺いしたんですけれども、まあここにバッテリー容量っていう項目がですね、こういったあのモニターの中に入ってるんですけれども、で、実はこれあのマックスが1ってなってるんですけれども、まあ私もちょっと先ほど話してて、あの分かったんですけれども、欠けた車両を見たことがなかったんですね、うん、なんですけれどもちょっと話してたらこれ欠けた車両があるそうなんですよ、はい、っていうちょっとお話を伺ったもので、それであの考えた場合ですね、まさにこれ12のメモリが振ってあるので、うんうん、先ほど の、まあ、あのリーフとか ENV の12セグの原理で考えれば1セグ減った11セグ残ってますよっていう見方ができるっていうのをちょっとさっき聞いたものなので、うんうんうん、ちょっとこちらもですね、私も勉強がてら修正させていただければと思います。でもこれ本当に僕もほとんど見たことなくて、はい、たまたまなんかツイッターとかで見たんですよ、はいはい、でその人が確か19万キロとか走行してる方だったんですよ、なるほど、でようやくかけましたってなっててもうあここかけんだ俺も初めて知ったわって感じだったんですよ。そうですね、でもだから例えばさっき隣 の、 あの ENV200 とかだと、はいはい、まあ、10セグとかなってたよねって話だったと思うんですけど、はい、本当にもう現行型は別に僕もそうだし、本当にだからこういう中古の電気自動車専門で買い取りやってる方もほとんど見たことがないぐらい、現行型リーフってバッテリーの劣化率が本当に改善されてる、うん、本当ですね、これは本当にまあだからリセールとかにとってもまあ、うん、いいことですもんね、はい、うん、また長く乗っていただけるっていう証明にもなりますので、うん、そういうことですよね、いいですよね。でこちらの、まあ、リーフもそうなんですけれども、まあ、他の車種もですね、当社販売の方もあのもちろん力入れておりますので、まあ、その際にですね、まあ、ディーラーさんに、当社の場合持ち込みます、各車種の、メーカーのディーラーの、法定点検また車検を通して、納車するんですけれども、その際にですねバッテリーのチェックもさせていただいております。例えば今お話ししたのはもうバッテリーのセグが分かりますとか言ってたんですけれども、例えばじゃあ三菱の、iNIV、はいはいはい、じゃあどうしますか、そうですね、っていった場合、まあ、判断が正直できないのが、はい、正直なところです。ただこれ、例えばじゃあ三菱のディーラーに持ってって、バッテリー、チェックしてくださいって言ったら残量を教えてくれますので、それをですね、聞いたもの、まあ、書面で出てきたものもですね一緒にこうお見せして、これだけ残ってますのでまだ安心して乗れますよっていう形で販売しておりますので、まあ、販売の方もですね安心して乗れるかと思います。あ、まあ、いずれにしても、まあ、バッテリーのこう、はい、まあどれだけ残ってるかっていうのが、はい、まあ、その目に見えるこう範囲だけじゃなくて、はい、まあ、実際にメーカーにも確認取って、はい、まあ、正式にこれぐらい残ってますよっていうのをちゃんと調べてくれると、はい、いうところもセットですってことですね、はい、安心して販売の方も、買っていただけるかと思います。わかりました、はい、はい、じゃあですねこれ最後4車種目ということになりますが、はい、テスラモデル3と、これね、ちなみに私がね、前持ってた、車の全くね、一緒の色ですが、これ見ていただくとですね、はい、令和4年6月というところで、ごめんなさい、令和4年って2022年か、あ、2022年なんで、もうこれもう超絶最新ですよ。ほんと22年モデルのモデル3と、で、しかもロングレンジというところで、はい、まあ、まさにねこれ本当今一番、まあ、欲しい方が多分多いんじゃないかっていう中古車で、特にテスラってねまたちょっとね先ほど見てきた電気自動車とはねまたわけが違うと思うので、そこら辺ね具体的にどこをね、まあ、注目してるのか、ちょっとそういうところをね聞いていきたいと思います。テスラの場合ですね、査定が非常に難しいと言われております。もともとちょっとテスラの方でですね、お勤めされてた当社にいる、担当の者、ちょっと今変わりますのでお話を聞いていただければと思います。はい。テスラの場合は他の車と違って、ちょっとエンジンを開けてみます。はい。はい、こんな感じなんですね。チェック項目ってすごく少ないんです。例えば先ほどやってたようなこういうネジのところですね、はい、こういうところはもちろん交換してればネジ回りっていうのは見るんですけれども、はい、基本的なところは
同じです、うん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 、はい、ボディとかそういうところを見るところっていうのは同じなんですけれども、この辺がバッテリーの、まあモデル3なので、モバイルのチャデモのやつとかっていうのはオプションになりますので、はいはいはい、それはついてるついてないっていうところを少し見てみます。そういうところも見るんですね、はい、オプションとして もう Y に乗り換える方とかっていうのは、はい、それをそのまま持っていくのか持っていかないのかっていうところと、そういうのでもちょっと変わってくると。そうですね、これはモデル3ですけど、はい、S とか X っていうのは、はい、そのチャデモのアダプターとかっていうのはもともとついてるものなので、そういうところは重要になってくるっていうところですね。モデル3だとより重要になってくると。そうですね、わかりました、はい、じゃあ、中の方に行きたいと思います、はい、中を見た時に、はい、このオーナーズの距離だったりっていうところが重要になってきます。まず車の走行距離を見て、はい、で、まあ、新車なんでこれほとんど乗ってないっていうところなんですけど、はい、あとはオートパイロットの機能がついてるのかついてないのかっていうところでまず価格が変わってきます、うん、あとは充電だったりとかっていうのを一通り見てきます、うん、で走行データですね。この走行データが結構大事になってくるんですけれども、はい、どういう乗り方をされてるのか、どれぐらい乗ったのかとかっていうのはここで大まか分かってきます。そうですよね、はい、で現在のA トリップだったりとかっていうのを全部見ていくんですけど、その時に充電量が多いとかっていうのはもう OBD とかそういうので見てたりっていうところがあるんですけれども、基本テスラでは車体番号を入れると全部データが出ちゃうので、ああそうですよね、はい、オーナーさんが見えないところっていうのはテスラ側でだいたい管理をしているので、テスラではそこのところで金額が決まってきます。ただし普通の査定とかってなってくると、はい、この走行データをある程度見て判断してきます。判断していくと、はい、個体ごとにやっぱり使い方が違うので、はい、バッテリーの残量がどれぐらい残ってるのか、例えば 99% 古いやつになると 98% がマックスになってたりとかするので、はいはい、そういうところを見ていくのにもやっぱりこの走行データだったりっていうのは重要な鍵になってきますね。ちなみになんですが、このじゃあモデル3でさっきじゃあまあオプションが少ないとは言ってたものの、じゃあなんか人気のオプションとか、まあこうこのオプションだとちょっと価格が上がるとかって、なんかそういうようなオプションとかってのはあるんですか？完全自動運転のオプションが一番ですね、はい、ついてるっていうのは。じゃあ完全自動運転の今あった87万ぐらいするじゃないですか、はい、それがやっぱついてると、まあもちろん車色と多分状況にはよりますけど、どんぐらいあれっていうのはプラスで見てくれるイメージなんですか？ FSD 付きって書いたところで、そこまで金額伸びません。はい、なのでプラスはプラスなんですけれども、大きなプラスにはならない可能性が高いですっていうところでございます。あ、じゃあつまりそれ、まあ、内装というよりかは、まあ、エクステリアの色と、うん、まあ、ホイールが、まあ、オプションのホイール。そうです、これだとじゃあちょっとやっぱり査定でプラスに考えてくれるっていうことはあるってことですか？あります、あります。ちなみにそれ色っていうのは何が一番人気なんですかね？一番人気なのはやっぱりモデル S とかだったらグレータービンホイール、うん、で、モデル3とかだったらやっぱり標準よりは暗い方が目立つ。あ、黒っぽいやつなんかは結構人気はありますね。やっぱり普通の車を乗ってるのと変わらないような見た目のシルバーとかだとどうかなっていうのも、新しいユーザーさんの気持ちからすると、そこで、あ、黒のホイールなんだ、かっこいいなっていうところは中古車市場だとやっぱり出てくるのと、あとはモデル3なんかは改造パーツがたくさん出てますんで。そうですね、はい、そういうのが、まあ、あるとプラス、テスラで出す場合にはプラスになる場合もあるんです。あ、プラスにはならないんですけど、はいはいはい、買い取りとか EV カーズとかだったらそういうところも加味は多少なりともするから、多少は加味してくれるってことですね。はい、はあ、そうなんだ。はい、まあということでね、今4車種ね、見てきたと思いますけども、まあね、本当のね、はい、今回のね、一番のこの注目の車種と、これは私がね持ってるモデル Y ですね。ちょうど9月に納車しましたけども、じゃあね、このモデル Y を今
査定してもらったら、まずね、どういうところを見るのかと。もう、ど新品ですけど。で、実際にね、査定額どんぐらいになるのかっていうところをちょっとね、今回教えてもらいたいと思います。そんな感じで、お願いします。はい。だテスラだと、はい、やっぱちょっとこのボディの、はい、まあ、この傷みたいなのって、はい、まあ、場合によっては結構お金か、はい、普通の車よりお金かっちゃったりするわけで、はい、なんかあの、アルミだったりするから。そうですね。はい。で、はい、その部分もですね、はい、例えばですけれども、今、これあの 99.8 っていうのが、はい、あのこちらの塗装の厚み出てるんですけど、ここを見ていただくと FE って書いてあると思います。あ、はい、元素記号なので、はい、あの分かると思うんですけど、これ鉄、はいはい、なので、もちろんアルミを使ってる部分もあるんですけど、そうですよね、鉄を使ってる部分もあります。あ、なので、それによってもこう違うんですね。そうですね、やっぱり NF って出てくるので、はい、鉄とアルミで違うとかっていうのがここで判断つきますので、じゃあその傷がついてる場所によっても、はいはい、やっぱりそこは変わってくるってことですね。そうなんです。実はなので、例えばリアフェンダーをこすっちゃいました、はい、ただ普通の鉄なので通常の板金と同じ料金 で、まあ、だからリペアの額に応じて減点のその額も変わってくるってことですね。そうですね。で、まあ、その場所が、はい、まあ、特にモデル3だと、はい、まあ、だから S と X は基本アルミじゃないですか、うん、そうですね、そうですよね、はい、そうするとまあ、まあ、ちょっとね、ちょっと高くなっちゃうことが多いんですけども、モデル 3Y だと、まあ、部分的にアルミだったり鉄っていうのを分けてるので、はいはい、まあ、場所によっても変わってくるってことですね。なので結構あのフェンダーだから実はあの減額が少なくて高く買い取れたっていう、うん、あの事例もあったりするので、その辺でこうちゃんと、まあ、適正な査定はしてるかなと思います。わかりました。はい。じゃあこれは社外品なんですよ。そうですね。ってことですよね。はい。だからこれはテスラのその公式に下取りを出すとマイナスになりますと。マイナスになります。マイナスになります。はい。はい、でもまあだからそういうようなものをまあつけちゃった場合はですね、やっぱり。テスラ公式ではなくてテスラ社の場合はですね、やっぱりこういう EV カーズさんとか、はい、やっぱりそういうところに、まあ、持ってった方が、まあ、逆に全然プラス査定になるよっていうことなんですね、はい、こういった茶でも持つとか、あ、はい、プラス査定になったり、そっか、この J17 のこれがね、はい、ありますよね、うん、プラスになりますね。わかりました。はい、じゃあそんな感じでですね、今までね、モデル Y、 あのね、もうあの買ったばっかりのですね、モデル Y ありましたけども、実際にね、この EV カーズさんで、まあ、査定を取ってもらって、じゃあ今このモデル Y、 今ちょうど走行距離が 4000km 弱ってことですけども、まあ、4000km を走行したらですね、果たして9月に納車したド新品のモデル Y っていくらぐらい、まあ、売れるのかっていうところですね、まあ、今回ズバリ言ってもらおうということでですね、多分皆さん相当気になってると思いますから、ズバリね、もう結論からちょっと喋ってもらおうかなと思いますが、準備の方よろしいでしょうか。じゃあそんな感じで、まあ、今回のモデル Y に関してはですね、まあ、後ろに、ね、まあ、ちょっとちっちゃいと思いますけども、これ書いてある通りですね、モデル Y の RW グレードですね、だから一番エントリーグレードでもですね、オプションの装備内容結構充実してるんですよね。あの白内装ですよね、だったりとか、あとホイールもですね、20インチの標準は19ですけど、まあね、20インチも入ってると。で、一方で、FSD っていうですね、あのフルセルフドライビングと、あれのオプション87万ぐらいしますけど、あれはついてないと、まあ、いうような、まあ、オプションの装備内容ですと。で、今それをまあ新車で購入すると、現状だとまあ700万ちょい、704万1000円という数字が出てますね。まあ、なので、まあ、これを一つのちょっと参考にしてもらって、どんな値段が出るかというところで、じゃあズバリ教えてもらうことはできますでしょうか。はい、はい、で、査定をさせていただきましたモデル Y でございますけれども、はい、一応、装備等ですね、確認させていただいて、外装も傷がない状態というのは確認できました。で、この状態でですね、ちょっと幅が価格に出てしまうんですけれども、570から630万円という価格になっております。わかりました、ありがとうございます。、はい、570から630万ということですね。
まあ、おそらくあんまりね、この目の前で言うのもいかがなものかなと思いますけど、まあね、僕のチャンネルではですね、ちょっとズバズバ言うのがあれだと思うので、まあ多分おそらく今見てらっしゃる方も多分同様の感想を抱いてると思いますけども、ちょっとあれと、新車価格700万オーバーでテスラって結構巷で言われてますよね。売ったらもうなんか錬金術できちゃうぐらいに結構中古車でもいい価格で売れるんじゃないかと。で特に今回はもう、まあ、納車したてで、そんなに走行距離もいってないで、オプションもなんだかんだついてたりした、それで、まあ、570から630と、ちょっと個人的にはあれっていう、もうちょっといかなかったかなっていう印象もあったりするんですが、まあ、ズバリ聞いちゃいますけど、今回まあ570から630っていうのは、まあ、どんなこう要因でその値段になってるのかっていう、はい、で最初にちょっとおっしゃられた、はい、錬金術、まあ、これも実際モデル Y はできた時期がありました。発売直後ですね。でこれなぜ錬金術ができたかっていうお話なんですけれども、まあ、俗に言うオークション市場、販売市場、まあ、ここに1台も出てない状態の時だけ錬金術ができました。で、それも数台ですね、まあ、大体市場に 2,3 台出てくるところまではそれが可能だったんですけども、その後は実はもう錬金術はほぼ起きてないっていう状態になっております、うん、ちなみになんですけど、はい、この570から630っていうとちょっとこう幅があるなっていう感じなんですけど、これの要因は何なんですか。はい、これはお預かりできる時期、等によってもまた変わってきますっていうのも、モデル Y がもう市場にかなり、出てきております、まあ、俗に言う中古車販売のウェブサイトとか、うん、あとまあ俗に言うオークション市場とか、そういうところにも結構方法も出てきておりますので、値段もだいぶこなれてきちゃってるっていうのが正直ありますので、まあ、安定した金額にはなっちゃってるんですが、その中でも630というのは高水準の金額になっております。じゃあそれが出せる条件は何なのかっていうお話なんですけれども、はい、先ほど申し上げた時期なんですけど、じゃあ今日お預かりできるんですかっていう話になってくるんですね、まあ、そうですね、大丈夫であろうっていう、予測のラインっていうのもやはり必要になってきますので、まあ、そこを踏まえると570の金額が算出されるという感じなんですね、うん、まあ、これがとりあえず、まあ、最新の、まあ、テスラの、まあ、モデル Y を、まあ、仮に今売ると大体どのぐらいの値段設定になるのかというところが、まあ、570から630、これが、まあ、EV カーズさんの答えだということになります。ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、EV カーズさんですと、まあ、今回のモデル Y は、まあ、570から630万ということになったと思いますけども、まあね、多分皆さんも気になっていると思いますけども、じゃあ果たしてこの、ね、金額値段設定って、まあ、いわゆる一般相場だから、そういうガソリン車とかの、ね、中古販売もになっているような、まあ、一般の相場と比較して大体どんなものなのかっていうのをですね、まあ、ちょっと聞いてちょっと比較してみたいと思うんですが、一般的だと今って大体どんなものぐらいで、まあ、こう取り扱ってくれるんですかね、相場感でいうと。今ですね、はい、まあ、570とかっていうのが、まあ、一般的な売り方を知らないとか、うん、どうやって売ったらいいの、どうやって査定したらいいのっていう人たちの金額なんですね。で、EV カーズは販売もやってますので、はい、販売を元として先ほどの車モデル Y に関しては展示車両としてやっていくので、こちらで展示をして売っていくっていうところですね。そういうところで、まあ、コスト削減っていうところが一つ出てきちゃいます。皆さんオークション相場で買ったりとかそういうのをしてるんですけど、車両を買い付けてで販売値をつけて一般の方に売っているっていう状態なんですけれども、 EV カーズ独自のルートがありますので、まあ、今回買い取った車っていうのもこちらで販売をさせていただくっていうところで、少しでも高く皆さんに車を提供するっていうところが一つです。
ということは、そっか、中間、やっぱりその中間に関わる、まあ、中間マージみたいなのがやっぱない分だけ、うん、やっぱその買いの方、売りの方もやってらっしゃるんですよね。だからその分だけ、まあ、一貫してやってる分より高く、だから今回で言ったら、まあ、市場の相場感でいうと、まあ、現状だと570ぐらいっていう、570万ぐらいっていう話がありましたけども、まあ、EV カーズさんの場合だと、まあ、例えば展示目的の車両みたいなのにできれば、まあ、マックスで630ぐらいは今現状だと焦るよって話なので、まあ、その価格の差っていうのは実はこういうこの販売スキーム、この一連の流れが、まあ、EV カーズさん独自のものによるものだということが、まあ、分かってくるのかなと思います。はい、まあ、というような感じでですね、まあ、モデル Y、ね、今回あの売却を検討している、まあ、モデル Y の RWD グレードに関してはですね、まあ、今みたいな、まあ、値段になったということが分かりましたけども、まあ、今ですね、多分このチャンネル見て多分モデル Y の売却を検討してるって人は多分ほとんどいないと思うんですよ、もう新品なので。じゃあ多分今視聴者の中で一番気になってる車、何を売却したいかっつったら、やっぱりモデル3ですよね。もともと今モデル3持ってる方、やっぱり新しいモデル Y 購入したいな、乗り換えたいなって人たくさんいると思うんですよ。で、そうなってきた時に、まあ、モデル3って今どんぐらいで売れるのかっていう、特に皆さんもご存知の通りですね、モデル3は、まあ、1年半前ぐらいはすごい一気にね、大幅値下げをして、でその後に、まあ、徐々に価格が上がってと、でさらにですね、今はまあ、すごい値段まで上がっているわけですけども、じゃあ果たしてね、今モデル3を売るとどんぐらいの、ね、値付けになってくるのかっていうところを多分皆さん知りたいと思うんですよ。そこで実はですね、もうそのちょっと前に売っちゃいました、モデル Y を、まあ、乗り換えるために 一足早くですね、まあ、売却してた私のですね、モデル3スタンダードレンジプラス、皆さん覚えてますかね、あの車あったと思うんですよ。じゃあ果たしてね、あのモデル3スタンダードレンジプラスを今この段階で EV カーズさんに売ったら、今この瞬間でどれぐらいの値付けしてくれるのか、どのぐらいの査定してくれるのか、多分すごい気になってると思うので、ちょっとそこを、説明してもらいたいと思うんですが、ちょっとその前に大前提として、僕のモデル3スタンダードレンジプラス の大前提の知識っていうのが、これは2021年製ですね、だからまあ1年前なんですが、まあ、上海製フリーモントアメリカで作ってたものがですね、ちょうど上海に切り替わった最初の、まあ、ものですね。でさらにオプション設定白内装で、これがちょうどあの上海製になってから追加できましたけども、白内装を選択して、で一方でエクステリアカラーはブルーですね、まあ、だからあんまりまあ人気ないのかなとはまあちょっと思いますけども、で大体ね、売却した時のオドメーター3万キロぐらいでしたから、今回はねちょっとあの切りのいい3万キロで、計算してもらいたいと思います。で今回このね、今この瞬間にですね、このテスラのコンフィグレーター上でですね、全く同じものを注文すると新車価格でですね、なんと650万4千円というですね、ちなみに僕はこれ、本体価格で429万の時に購入してます。だから、まあ、オプションをつけても大体450万とか、まあ、450万ぐらいで買ってたものです。だから同じ車を買ってもですね、まあ、確かにね、それはモデルチェンジちょっとありましたけども、でもそれでもやっぱり200万ぐらい値段が上がってるっていうのもちょっと驚きなんですが、まあそれはそれとして、じゃあこの今新車で650万ぐらいかかる車をですね、まあ1年持ち3万キロ走行して売りました。はい、じゃあ今回もお願いしたいんですが、 EV カーズさんですね、その車を売却すると一体どれぐらいの値付けを行ってくれるか、じゃじゃらんと発表お願いします。はい、こちらの、モデル3、ズバリ390万の買取額となっています。390万円、確かに、ちなみに、僕だから買ったのが450万ですよね。で1年落ちで3万キロ走行して、まあまあ確かに確かにとちょっと感じなんですが、でおそらく多分これはですね、まあ、僕がちょっと失礼な態度なのか、もしくは今見てらっしゃるですね、皆さんも多分ですね、
僕的には多分同じ態度を取ってると思いますけども、まあ、結論から言ってですね、これ390万ちょっと期待大外れっていう感じで多分落胆してる方が多いと思うんですよね。じゃあまず390万ってなんでこの値段設定、まあ、なんでってまあ当然かもしれないんですけど、ちょっとその値段になった理由っていうのをちょっと聞かせてもらってよろしいでしょうか。で、まあここまでの値段になるには実はまあいろいろこう背景がございまして、正直なこと言ってしまうと、もう市場にいっぱい出回ってるんです。そうなんです。もうモデル3はもうそこら中で走ってるのが見れるんですよね。なので、さっき言ってた話じゃないんですけど、錬金術的なのってやっぱり初めだけなんです、うん、でそこからやっぱり市場っていうのがグラグラしてたものが固定されてくるんで、固定されてきて今提示したちょっと EV カーズで出してる金額っていうのは正直高いんです、うん、で多分提示して距離とかにもなっちゃうんですけど、だいたい320から350ぐらいでオファーは来てるんですよ。買い取り、ま、買い取ってくださいっていう他のところに出したりすると、だいたい350ぐらいがマックスぐらいかなっていうところではあるんですけど、まあその理由の一つとしてはやっぱりいっぱいあるものに対してはどうしても値段っていう買う人も少なくなってきちゃうので、もちろんモデル Y にも乗り換えたいっていう人がたくさんいる中、これからどんどん値段も下がっていくんです、正直。はあ、だから多分ね、これ皆さんの、まあ、気持ちを代弁しますけども、おそらくやっぱりモデル3すごい値上がった、てか今 もうめちゃめちゃ値上がってますから、まあそれであればね、今、まあ、売却しても、まあそりゃ一時期のすごい高い値段では売れないけども、まあもしかしたら、まあ、錬金術じゃないけども、だから一番安く購入してる人って大体429万、まあちょっと高くなっても450-460万ですよね。であればまあ今手放してもそんぐらいは戻ってくんじゃないかって、ちょっと淡い期待をまあ持ってた方たくさんいると思うんですよ。てかほとんどの方そう思ってたと思うんですよ。でも結論から言って、まあ、その夢はですね、まあ儚くもですね打ち砕かれたっていう感じになってしまいましたが、まあでもまあ冷静に考えてみたら、やっぱり今までがちょっとこう、まあ、異常すぎたというか、やっぱり車両の購入金額がバーッと上がっちゃったんで、やっぱその分ですね、こう中古車価格もグッとつるれて上がっていたっていうこと、でそれが特にモデル Y の納車の相まって落ち着いてきたよねっていう、で今もまあ当然の、まあ、値段設定値付けに落ち着いた、多分その言い方、だからそのモデル3がすごい下がったっていうよりかは、まあ、当然に落ち着き始めているっていうところの、まあ、理解がいいのかなということですかね。ちなみになんですけど、今ね、多分視聴者の方、特にモデル3乗られてる方ですけども、生産工場が違ういますよね。だからその途中まではアメリカのフリーモント工場で生産された車両があります。で途中からちょうど僕が最初に買った第一世代ですけど、あの世代が、まあ、中国上海製に切り替わったんですよね。でまあ私のチャンネルとか見てる方ですとね、やっぱりその違いってものが、まあ、結構いろいろとあるわけですよ。まあ特にその車両のね、その組み立て品質みたいなのが、まあ、中国製の方が上がってるよねっていうのが、まあ、一般的に言われてることじゃないですか。それってちなみに EV カーズさん的には結構考慮してたりするんですかね。これ正直なこと言うと、ね、査定っていうのは年式で見ます、うん、なのでこれがフリーモント、もちろん車体番号とかを見ればフリーモント製だったりとかっていうのは分かるんですけれども、どちらかというと査定にはそこで金額のプレミアムティーとかっていうのはあんまり、プレミアム感っていうのはあんまり出ないので、どちらかというと年式、距離っていうのがやっぱり重要になってます、うん、まあ、だから一方でその一般のね、今のまあ相場感でいうと、まあ、話にあった通りですね、まあ、350ぐらいがまあ一般的な今の
根付けになってますから、まあ、そういう観点でもですね、やっぱさっきのモデル Y と一緒にですね、やっぱり相場よりかはですね、まあ、ちょっとはあの価格を買い取ってくれてるっていうこともやっぱまた事実ではありますから、まあ、あのちょっとこの話を聞いてですね、多分ちょっと学士来てる方もまあ中にいるかもわからないんですけども、まあ学士来てというよりかは、まあ今までが異常だったものがやっぱり相場が落ち着いた。でやっぱりこれはテスラがやっぱりこう特別だったってことではなくて、やっぱりテスラも、まあ、どの車とも一緒にやっぱりある程度こう下がっていく相場っていうのは、まあ、当然だよねっていうですね、まあ、こう当然の現実を多分オーナーの方々今多分突きつけられてるんじゃないかと思いますけど、そんな感じでとりあえず、はい、モデル3が390万円という値付けになりました。はい、ということでですね、まあ、ここまではですね、まあ、僕のね、あのモデル Y だったりね、あとモデル3を仮に売った場合っていうところで、特に今回はあの、ね、EV カーズさんでに対して車をね、まあ、売るって言った時に、まあ、どういうね、こうことが起きるのかっていうところを、まあ、ちょっと詳細に、まあ、解説してきたわけですけども、一方でですね、今回これ EV カーズさんの強みでももちろんありますけども、この会社ですね、ただこう買うだけじゃなくて、 EV をこう仕入れるだけじゃなくて、その EV を販売するってこともやってるわけですよ。で、じゃあちょっとね、そこについて今回あんまりその EV の販売についてあんまりね、ちょっとあの話ができてませんから、ちょっとね、そこについてのちょっと補足をしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まずモズさんの EV デフさん、あのありがとうございます。来ていただきまして、買取についてですね、皆さんもなんかあのちょっとがっかりしたかなと思うんですが、あのやはりそのものには相場というものがありますので、今現状の相場ということで今日はお話しさせていただきました。で、弊社の特徴としましては、まあ、繰り返しになってしまいますが、お客様から EV をまあ、なるべく高く購入させていただきまして、で、中間マージンがありませんので、安く販売させていただくという趣旨になっております。で、じゃあその中身はどうなのかということになるんですが、やはり査定をさせていただいて、我々毎日テスラや電気自動車というのを見ておりますので、どこが悪いのか、いいものなのか、悪いものなのか、判断がつきます。それで、やはりこれはちょっと修理費が随分かかってしまうなというものはオークションに逆に上がらさせていただいてまして、逆にいいものだけをここに展示しておりますので、いい状態の EV を安く販売させていただくということでやっておりますし、あとはテスラの方にですね、テスラや各メーカーの方にとのつながりもございますので、保証などは全て継承してお渡しさせていただくということでやっております。また近日ですけども、メディアの方で公開がありますが、セイフィーさんというところとですね、提携をしますので、じゃあご同社させていただいた後にセイフィーどうすればいいのかという場合がございますので、それは出張で整備をするというのを提携になりますので、近々ちょっとプレスが上がれると思いますので、よろしくお願いします。で、また弊社はですね、この電気自動車の販売だけではなく、EV の充電設備ですね、またテスラのパワーウォールといいまして、家庭用の蓄電池も販売もしておりますので、 EV のみならずこういったものを販売させていただいてますから、ワンストップでお答えができます。はい、あとはですね、テスラの充電器に関しましては、テスラ新車をご購入いただいたお客様も、じゃあ充電器どうしようかた場合に、テスラが相談すると思いますが、その前の弊社の方に連絡が来まして、お客様と連絡を取って、現地調査をしてお見積もりいくらです、じゃあ納車がいつですか、じゃあそれまでに充電器を取り付けているということをやっております。で、普通の、まあ、電気屋さんと違うところというのが、テスラの車の知識がありますから、その場でですね、テスラの、アプリのインストールをしたりとか、あとは Wi-Fi につなげたりとか、お客様が分からないことをお手伝いさせていただいているというような現状です。また蓄電池に関しましては、テスラのパワーウォールの認定販売施工店というのが全国で今25社にしかないんですが、埼玉県本社ですと弊社のような形になりますので、埼玉、栃木、茨城、群馬ですね、この辺を中心に、東京、神奈川ですね、関東全域、蓄電池の販売をさせていただいておりますので、
やはりこういうのがテスラの車を乗ってるんですが、やはりテスラのパワーボールですね、やっぱ一緒に検討されたいという方がいらっしゃいますので、ぜひですね、パワーボールをご検討の際は、弊社の方にご連絡いただければと思います。わかりました。多分1点ちょっと面白いことというかすごい興味深い点ですけども、これ充電器ですよね、はい、多分これ新車で、EV を購入するだけじゃなくて、それ中古で購入した車が初めて電気自動車だったっていうパターン結構多いと思うんですよ。でもその時にじゃあ中古の EV 買ったはいいけど、充電器どこに頼んだらなんかどうしてくれるのかみたいなのって、新車で購入したらある程度ディーラーとか、メーカーとかが、なんかソリューションを提供してくれると思うんですけど、中古の EV 買ったらあんまりそういうのなんかないようにも思えるし、だからすごい不安じゃないですか。でそこはだからもうそのテスラの、その新車で買ったとしてもいつもつけてくれてるというところなので、そういう経験がめちゃめちゃ豊富だし、これ中古 EV もちろん購入してもそういうソリューションをちゃんと提供してくれると。はい、それはすごい僕は安心材料だと思いますよね、はい、これはやっぱり。あ、そうなんですか。じゃあそこもじゃあトータルで本当に中古 EV を購入するときも、サポートしてくれる。そうですね、やはりその辺がですね、悩まれているユーザーさんというのがありまして、じゃあこの EV は何キロのバッテリーを積んでいるので、じゃあ何キロの出力の充電器でやったら適正なのかっていう、その判断がですねなかなかこうしづらい部分がありますので、EV でも最低でも10キロぐらいの電池のものから、テスラで100キロぐらいの電池のものまで多々ございますので、じゃあ例えば10キロしかないバッテリーのものに高出力の充電器を家に設置してしまうと無駄なんですね、逆に大容量の電池のところに3キロぐらいの電池でありますと30時間以上かかりますので、実用性がないというような問題になりますので、もし充電器などで壊れたことがございましたら、何でもご相談いただければと思います。ここまではですね、売却みたいな話もありましたけども、これね、電気自動車を購入するって特に中古 EV 購入するってやっぱなった時に、だから今のね多分話にあったように充電器ですよね、すごい気になってますよね。そこもソリューションを提供してくれると。でさらにやっぱりこれ EV 専門店ですから、これ僕のね動画でも昔も言ってますけども、やっぱりねその中古 EV 初めて購入する人にとって中古プラス EV ってなったら、もう絶対バッテリー劣化してるんでしょうとか、でなんか多分良くないものをなんか安く仕入れて、多分もう何もわからないユーザーに多分押し付けて売ってるんでしょみたいな、多分イメージ多分正直あると思うんですよ。でも EV カーさんであれば、とりあえずそういうじゃあバッテリーがちゃんと健康なのかとか、そういうのはもうちゃんとね調べて、で、場合によってはちゃんと修正して、でそれを販売してるっていう、だから店頭で買える EV っていうのはちゃんとねそういうバッテリー状態が健康であると、でどのぐらい健康であるかっていうのも大体ちゃんと把握して、それをちゃんとユーザーに説明できると。やっぱここはやっぱりね、これ僕ずっと動画でも一貫してますけど、やっぱ中古 EV をこれやっぱ初めて購入するしたいって方はね、やっぱねこういうような、別にこれは宣伝で言ってるわけじゃなくて、やっぱり電気自動車の知識がある人とか、電気自動車に特化したそういうサービスを提供している人から、そういう場所から購入する、やっぱこれはね非常に僕は重要だと思いますし、今何色いて、例えば充電器とかね、ああやっぱそういうのをトータルでやってくれる、パワーオールも含めてですけど、非常に魅力的かなと個人的には思いました。はい、じゃあそんな感じでですね、今ですねこれ皆さんが所有されてるですね、モデル3とかモデル Y とかね、今ねちょっと売却できそうだなと思う方はですね、ぜひこの機会にですね、EV カーズさんに売却の相談をしてみると、もしくはですね、ちょっとね EV カーズさんのですね、このリンクね貼っときますけども、そこから飛んでいただいてですね、結構ね値段安いなと、これだったら買えそうだっていう方はですね、EV カーズさんからですね、電気自動車を購入して、それでですね、充電器だったりとか、バッテリーの、劣化に関する不安っていうものをですね、非常にサポートしてくれるというところで、別にねこれ営業トークでも何でもなくですね、非常に電気自動車はですね、やっぱりこう電気自動車専門店で購入してみるっていうのがね、一ついいねこの戦略、今ではですね結構重要な考え方になってくるかなと思います。そんな感じでですね、EV カーズで
査定と購入いってらっしゃい。ありがとうございます。